チェサピークワンクレーターの位置、チェサピークワンクレーターの形状。現在は地下に埋没している、チェサピークワンクレーターの地下、構造チェサピークワンクレーターは、アメリカ合衆国バージニア州、チェサピークワン港に存在する、直径約9 0トルのクレーターである。3500万年前の死神横行き、北アメリカ大陸東岸沖の浅い海に、 直径数キロメートルの小惑星が衝突して形成された。クレーターの中心は現在のデルマーバ半島の端にある。1980年代よりチェサピーク湾海底の地層に陥没構造が指摘されるようになり、バージニア大学とアメリカ地質調査所により詳しい調査が行われた結果、1999年7月に 海底に埋没した天体衝突によるクレーターであるとして発表された。またこの小惑星衝突に由来すると見られるテクタイトが北アメリカ大陸の各地から報告されている。北シベリアのポピガイクレーターと形成された年代が近く、これらの小惑星が衝突した結果生じたと考えられる大規模な気候変動と死神予と全神予の境界で起きた。 生物症の変化との関連性が研究者の間で議論を呼んでいる。ありがとうございます。